はい、どうもマサイです。今日はですね、こちら色ブダイっていう食材ですね。それではまずはおかけ映像からご覧ください。今日はですね、さばいてる魚の映像がなかったんで、同じ種類の別個体の映像となります。でちなみに色ブダイですね、好奇心が全然ない魚で、まあ、魚によってはあっちの方から寄ってくるような種類も結構いたりするんですけど、色ブダイに関しては全くね近づいてきてくれないんで、なるべくバレないように近づいて取っていきます。ちなみに色ブダイはですね、背中に黄色いラインが入った、魚になります。それでは狙いを定めてヒット。こちらが色ブダイですね。それでは脳天締めをして、調理の方を見ていきましょう。はい、ということで今日はね、イロブダイなんですけども、こんだけね、毒々しい見た目してるんですけど、こちらのね、魚毒ないんですよ。まあ俺が調べた感じだとシガテラの食中毒性もなかった。それではまずは観察していきましょう。で、こちらのブダイね、僕の手と比べても分かるようにかなり大きいんですね。 5.4 キロあります。で、鱗にはですね、もうなんか古代の壁画に描かれてそうなすごい模様がねありますね。まあ背中側はね、こんな感じで模様ないんですけどね。でね、鱗も相当大きくて、ちょっと500円玉と比べてみましょう。500円玉よりややでかいぐらいだからね、相当大きいよ。で、顔の方はね、古代文明みたいな模様じゃなくって、こんな感じで斑点、ヒゲみたいな感じですね。まあ歯はね、こんな感じでブダイ特有の集合体のかなり頑丈な歯してますね。おそらくね、色ブダイもここら辺にもう一つね歯があると思うんで、まあ、これもね解体した時にね見ていきましょう。で、ブダイ系はですね、このお腹の中にね耳がたっぷり詰まってるんで、もう最終言っときます。ちょっとだけ閲覧注意です。ちなみにこいつね、メスなんですよ。オスはもっとヤバい見た目してる。なんだろう食えんのこれみたいな、そんな感じの見た目してるんですけど、色ブダイは臭みもなくてめちゃくちゃ美味しいらしいんですよ。それではさばいていきましょうか。はい、それではね、鱗を落としていくんですけども、ちょっとね、おお、ぬめぬめだなこいつ。ちょっとね、すき引きを試してみようと思います。こういうね、でかい魚の鱗ってめっちゃくっついてて、なかなか全然くっついてない。簡単に取れた取れたけど、すき引きがしてみたいんだ。はい、それではやっていきます。もうこの日のための柳刃と言ってもいい。あ、すき引きめっちゃ楽だなこれ。いや、やっぱ柳刃めちゃくちゃいいわ。これ美味しそうなんで揚げて食べてみましょう。やば、めちゃくちゃめちゃくちゃ楽。もうこれほぼ力入れてないですからね。柳刃すげえな、買ってよかった。ほら美味しそうでしょ。そう、すき引きって何のメリットがあるのみたいなことをコメント欄で言ってくる人がいるんですけど、あのね、掃除が楽なんだよね。これ普通に鱗取りとかで取ると家中に鱗が飛び散るんだよね。多分さばいたことある人とかだと分かると思うんですけど、マジでね掃除が大変なんですよ。それがね一切飛び散らないからね。で、もう一つメリットは意外と簡単、まあ別にうまくはないけど、俺も結構簡単にできるっていうのがメリットかな。ただちょっとこういうね、お腹とか難しい。完璧じゃん。ちょっと残ってるけど、ちょっとヒレが邪魔だな。まあ最初から取っとけって話なんだけど、思いのほか邪魔だった。さて、こっからは早送りしましょう。はい、綺麗になりましたと。どうしようかな、これは牛刀でさばこうかな。はい、それではまずはね、頭を落としていきます。具材はね、マジ内臓がね超臭いんで、なるべく内臓を傷つけないようにいきましょうか。よし、そーっとね。うお、硬いな骨。お、薄くね。これ空気袋だ。お腹パンパンだったけど浮き袋か。これしぼみましたね。
よいしょ。優しく、よし、内臓傷つけてないぞ。で、ここ背びれがつながってるんで、ちょっと力入れて落とします。関節が見えねえんだけど、こういうとこだけね、出歯に頼るっていう。よし、オープン。ウサギの内臓みたいだな。はい、めちゃくちゃ立派な肝臓してるんですけど、もうね、しがてら当たりたくないんで肝臓は食べません。にしても立派ですね。マジでウサギの腸みたいなんだけど。で、胃袋は何が入ってるかちょっと見てみますか。ほう、これやばいね。はい、これが腸ですね。マジブダイの腸はね、本当にゲリって感じなんだよね。で、メスなんで卵が入ってますね。まあこんぐらいのサイズで、まだ卵にそんなに栄養いってなさそうなんで、身も結構美味しいんじゃないかな。で、卵ももうしがてらが怖いんで食べません。まあ本当やりたくないけど、視聴者の皆さんがこれをね、開いてほしいと思うんで開きますよ。すごいからな、マジで。海潜ったらブダイってね、一日中下痢してるんですよ。うん、撒き散らしてるっていうのかな。やっぱジャリジャリしてますね。サンゴとか食ってるからな、こいつら。うん、ジャリジャリ。なんかやっぱブダイは全部同じ匂いがするな。あ、そうだ、これを見てね、あー魚も下痢するんだっていう声がね、すっごい届くんですけど、あのデフォルトでこれだからね。この魚体調が悪くてこんな下痢になってるわけじゃなくって、シンプルにいつでもこれ、これ以上固まってたら逆に体調悪いよ。はい、綺麗にしましょうか。さすがにしぶといな。さて、お腹を開いていきましょうか。浮き袋すごいな、簡単に取れそう。でもよし、そしたら血合いを洗い流していきましょう。はい、そしたら綺麗になったんで3枚におろしていきましょうか。で、まずは皮目に切り込みを入れて、で、背骨を目指していきます。もう硬い骨はハサミでいきます。ハサミが一番楽。 OK、 じゃあ裏側いきましょう。よし、はい、そしたら三枚おろしが終わりました。ここから中骨を落としていきましょう。結構お腹引くのむずいな、これ。やっぱりね、卵持ってる魚はパッとあばら骨がくっついてますね。うん、うまく引けない。いや、にしても綺麗な身ですね。で、今回ですね、ここね、フライにするんで普通に取りません。刺身で食べるんだったらちょっと取らないと臭いんですけど、フライだったらあんま気にならないんで置いておきます。そしたら中骨を取っていきましょうか。いやー、めちゃくちゃうまそうな身ですね。さすがね、まあまあ値がする魚ってだけある感じで、めちゃくちゃ綺麗な身で、匂いも全くない。で、今回の動画内では頭使わないんですけど、もう一つの歯があるはずなんで、ちょっと割って見てみましょうか。まずはね、ここに切り込み入れます。歯がね、結構硬いんで。で、割っていくんですけど、滑るんでキッチンペーパー下に敷いておきましょう。これでいいかな。さて、割っていきますか。硬いかな。いや、柔らかいな、これ。あ、
何かに当たったぞ、多分歯だな。で、頭あるときに絶対注意するのはここに指がいかないようにしてくださいね。一瞬で指なくなるんで。家庭開けます。オープン。ここだね、ここ。わかるかな？これも俺が真っ二つにしたからあれなんだけど、もともとこういう感じで、ここにね、もう一個ね、なんかゴリゴリとね、すりつぶすような歯があるんですよ。これ、すごいよ。これめちゃくちゃ硬いです。まあ、包丁で割れるけどね。で、これが心臓ですね。まあ、魚ってなんか、どんだけでかくなってもこのサイズだよね。じゃあ一応きれいにしときましょう。じゃあね、下顎を外していきましょう。オッケー。ブダイのカマの筋肉って赤いんだね。これ血じゃないからね、筋肉だから。まあこの頭は友達にあげようかな。でも美味しそうだけどな。このまま素揚げにしたいわ。はい、ということで今日はですね、フライと刺身、そして鱗の唐揚げを作っていこうかなと思っております。それではやっていきましょうか。でまずはですね、鱗のこのぬめりがあるんで、こいつからね落としていきます。塩でぬめりを落としていきます。あんまりやるとね、鱗が崩れちゃうからね。さて、洗っていきます。すげえ見た目だな、これ伊勢エビの背中みたい。で、これをこのまま揚げるとめっちゃ油飛び散っちゃうんで、水気をね、取っていきます。よし、いいでしょう。まあ、多少でかいけど、まあ、かなりね、縮むんで、多分ね、大丈夫だと思う。これ、集合体恐怖症の人。いや、これは、余裕か。裏側はどうだ？なかなかじゃない、これ。で、タルタルソース用に卵をね、最初茹でときます。割れるなよ。さて、ゆで卵を作ってる間にフライ用の魚をね、切っていきましょう。どうだろうな、こんぐらいかな。すき引きのせいでめっちゃ切れ味落ちてるわ。で、これだけちょっと刺身で切って食べようかなと思ってます。わあ、よし、まあ、ここもフライにしようかな。で、これ刺身で食べるにはさすがに大きいんで、半分に切りますね。半分に。ロックで切っていきましょうかね、これは。はい、それでは切り終わったんで、軽く塩コショウ振っていきます。でね、塩コショウがね、3週間ぐらい家出してたんで、もう新しいの買ったよ、こっちね、新しいやつ。そしたらずっと家出してた味塩コショウが見つかるっていうね。プラスずっと塩コショウがないって動画で言ってたら、母親からね、塩とコショウが送られてきた。今日はこっちでやりましょうか。これ二度手間だな。めちゃくちゃ二度手間なんだけど。いや、二度手間じゃないよ。コショウ振って、しかもこれゴリゴリもやんなきゃいけないし、その後塩も振んなきゃいけないから、3度手間だわ。親に怒られそうだな。はい、ようやく終わりました。この部位はね、ちょっと俺が個人的に唐揚げにします。こっちをフライにしましょう。まあ色ぐらいね、つくの本当にむずいからね、なかなかこんな頭が疲れたやつとか上がってこないからね。これ小麦粉です。小麦粉に魚を入れていきます。さて、シェイク。 OK。 結局手汚れるっていうね。
で、小麦をつけ終わったら次卵ですね。片手で割れるかな。はい、失敗した。なんか袋でやるの逆に面倒くさくなったんでボウル使います。これパン粉ですね。で、これを卵に浸してどんどんパン粉に入れていくっていう感じですね。まあ、これが結構王道なんじゃないかな、あんま知らないけど。で、これでフライ完成ですね。もうバシバシいきましょう。はい、それではね、フライと唐揚げの仕込みが完了しました。くどいんで唐揚げはカットしました。はい、ということでタルタルを作っていきましょう。これ鼻息しなかったら大丈夫らしいんで、もう今から鼻息止めますね。声が変ですけどガバーしてくださいね。皮を剥く。あ、ほんとだ、麺しみない。すげえ、リスナーさんすげえわ。ちょっと疑ってたけど。で、ここの C を取りますね。めっちゃ声変じゃない？大丈夫？大丈夫だろう。 C を取ります。 OK。 で、みじん切りですね。あ、ほんとにベーシーみたい。すげえ。じゃあみじん切りです。これさ、こっちに切り込み入れる人いるんだけどさ、これってもう外れてるんだから入れる必要ないと思うんだけど、どうなの？みんな教えてください。まあ、ここはね、必要だと思うけど。あとこれ結構細かくない？ダメ？いいと思うんだけど。じゃあこっちをやります。あ、目に染みてきたぞ。ダメじゃん、鼻息しちゃったのかな。オッケー。そしたら水にさらして玉ねぎの辛みを取っていきます。まあ生で食べるんでね、辛みを取っといた方がいいんじゃないのかなと思ってます。5分ぐらいやったんでまあいいかな。で、ここにさっき茹でたゆで卵とマヨネーズを入れたら完成。ゆで卵はまあフォークで潰していきますか。ちょっとちっちゃいけどね、このフォークが。で、細かく砕いたゆで卵をまだこの中に入れていきます。そしてマヨネーズ、あとオリーブオイルと胡椒入れようかな。マヨネーズはあんま好きじゃないんだけど、タルタルは結構好きなんだよね。普通にうまい。いいだろう。もういいんじゃないかな。ちなみに唐揚げです。うわー、めっちゃいい匂い。最高だわ。フライ今食べる分だけ揚げます。7個ぐらいかな。残りはね、友達に揚げたてを持ってってあげます。最後、鱗ですね。あー、めっちゃ飛び散るんやろうな。わかってるで。いきます。あー、怖い。逃げよ。全然飛び散らないじゃん。逃げらせんなよ。めっちゃちっちゃくなったんだけど、見た目良くないまんまだね。もうちょっと美しくなるかと思ったけど、結構グロいわ。うわー、怖い。はい、ではこの上からタルタルをかけたら完成ですね。盛り付けの野菜とか買うの忘れてたから、もう全然な見た目だけど、味はね、保証されてると思う。はい、それでは完成しました。いただきます。まずは刺身からいこうかな。なんだこれ、めちゃくちゃうまいぞ。もうあのゲリの匂いとかから想像できないぐらい全く匂いなくて、で、食感
感も、もう高級魚。高級な白身魚って感じで、もうなんかモキュモキュしてるような感じ。で、かつ、歯切れも全然悪くなくて。でね、噛めば噛むほどね、旨味がずっとくる。しかもめちゃくちゃの旨味。で、油はね、全然乗ってないんですけど、超美味しい。これね、今まで食べたいろんな豚の中で一番うまいです。ダントツですね。ダブルスコア、トリプルスコアつけるぐらいうまい。うまっ！うまっ！で、ちょっと鱗いきますね。はい、いただきます。うわ、これは、あ、これダメだ。ちょっと待って。吐き出していいです。うわ、ほんとにすいません。吐き出します。なんか松ぼっくり食ってるみたい。食えない。美味しい、まずいとかじゃなくて、食えない。うん、食感としてはペットボトルのあの飲み口ぐらい、飲み口みたいな感じ。一切噛み切れる気配はないですね。ごめんなさい、ちょっと鱗は食べれませんでした。びっくりだな。じゃあ唐揚げいきますか。いただきます。やべえぞこれ。これはやばいよ。めちゃくちゃうまい。びっくりした。もう僕もね、結構いろんなね、ブダイを今までね、唐揚げにして食べてきて、まあ一文字ブダイだったり、南洋ブダイだったり、火ブダイだったりね、普通のブダイだったり、まあいろんなブダイをね、唐揚げにして食べてきたんですけども、唐揚げに関してこいつが群を抜いてうまい。まあ皮がね、このブダイちょっと硬かったんで、皮剥いだ方がいいかもね。やばいこれ、めちゃくちゃうまい。感動してるんだけど、食感的には結構ね、しっかりした、まあ、弾力のある感じで、柔らかい鶏もも肉みたいな、そんな感じ。皮がね、ちょっと硬いんで、皮はない方がいいかもね。じゃあタルタルもいきましょうか。いや、ここまでさ、いろんなもんがうまくて、これがまずいわけないでしょ。超うまい。うわー、やばいわ。やっぱね、外見と中身ってね、比例しないんですよね。うん。でも、ブダイってさ、ブサイクなタイだから、ブダイになったっていう風に言われてるんですけども、中身が良すぎるわ、こいつは。もう、ブダイの中でも、群を抜いてブサイクなブダイだけど、中身がいいわ。ちょっとびっくりした。笑えるぐらいうまい。はい、ということで、ごちそうさまでした。いやー、ちょっと、感動したわ。もうね、刺身に関しては松皮並みにうまいなってちょっと思いましたね。まあまたうまさのベクトルがね、若干違うんで、まあ比べるのがね、ちょっと難しいかもしんないんですけど、そんぐらいね、衝撃的なうまさでした。びっくりした。さっぱりしてるのにめちゃくちゃうまいっていう俺好みの味でしたね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。